どうもミスタードライです。ということで今回はこちらでございます。はい、こちらでございます。山井大輔さんの動画撮っていきたいと思います。はい、ということでですね、なんでこの時期に山井さんなんやと、2019年シリーズ2の山井さんの動画を出すのかと言いますとですね、プロスピエースまさかのアップデートでございます。まあ、最近結構ね、話題となっているんですけれども、藤井さんのフォースラと縦スラの件ですね。あれによって山岡さんの覚醒バージョンとか藤井さんのフォースラが修正されるっていうお詫び来たんですけれども、まさかこの選手も来たんですよ。はい、こちらですね、まずオリックスの覚醒バージョンの山岡さんの縦カットの変更、さらにドラゴンズの山井大輔さん、B ランク、C ランク、A ランク、B ランク、これの D カーブが変更されると。で、カープの前剣さんの縦スライダーで、カンポスさんの縦スライダーで、ソフトバンク藤井さんの縦スライダーと、これがね、修正来るらしいんですけれども、もう完全にとばっちりですよね。フォースラという球種を出してから一気に山岡さんと前剣さんとカンポスさんと、まあそれだけのような多くの被害者が出ているということでですね、僕前回にこういう動画出してるんですよ。はい、こちらでございます。この動画めちゃめちゃバズりまして、たくさんの人から反響あってめちゃめちゃ強かったですという声をいただいたんですけども、コナミさんこの動画見たんじゃね説があるんですよ。じゃないとね、 S ランクも出てない山井大輔さんの球種が変更されるわけないんですよね。ということでですね、今回はその山井大輔さんを変更される前の最後の秘密兵器会やっていきたいと思います。で、今回はね、12球団のガチオーダーでやっていきたいと思います。現在9審査やってきておりまして、もうすぐプロレベルレート9000乗るんですよ。で、そこでですね、中継ぎの山井大輔さん使っていこうと思います。本当はね、先発の方がいいんですけれども、中継ぎの方が光るんですよ。で、この D カーブが変更されるらしいんですけれども、僕はね、このスライダーが強いと思ってるんで、まあ、あんまり変更自体に意味はないかなとは思ってるんですけれども、まあ、しっかりね、投げ分けの方やって、買っていきたいと思います。で、ちょっと話変わるんですけれども、今週のリーグがですね、まさかの銀枠なんですよ。中日純正でこの時期で銀枠、人生で初めて達成いたしました。ありがとうございます。それでは行きましょうか。現在レートが8933ということで、もうこれ買ったらプロレベル到達ですね。レート9000乗ったら一応この9審査では一番上のレベルに到達するということなんで、目標達成でございます。それでは頑張っていきましょう。さあ、ということでやっていきましょう。相手はゴリゴリの猛者がやってきましたんで、いい検証できるんじゃないかなと思います。まあ、まずね、しっかり2アウトぐらい取ってからね、山井さんデビューさせないと意味ないんで、まず藤波さんで抑えていきたいと思います。で、藤波さんがね、やっぱりめちゃめちゃ強いらしいですね。学生タッグとかの大会で、まあ、ほとんどの人が藤波さんを先発でしていたっていう話も聞いていますんで、やっぱ現段階でね、この藤波さんは大会ではめちゃめちゃ強いんじゃないかなと思っております。まあ、先頭しっかりと打ち取って、ワンアウト。さあ、2アウト取ってからですね、山井さんの伝説の縦スラと D カーブ投げ分けていきたいと思います。まずは藤波さんでしっかりと2アウト取っていきたい。で、まあ、この大会に関してはね、リボンさえ設置してればめちゃめちゃ神的な大会やったんじゃないかなと思っております。あとはまあ、セリーグとパリーグ分けた意味があんまりなかったんじゃねっていう、それぐらいですかね。まあ、実際2イニングの超高速フェードっていう大会自体はすごく面白かったんで、え、まあ惜しいですよね、本当に。あー、ここはちょっと悔しい。あ、アウトや。よーし、2アウト、オッケーオッケーオッケー。山内さん、ナイス。で、正隆は暴走、マジで安定ですね。で、ここでいきますよ。話題の山井大輔さん、いきましょう。これがですね、藤井さんのフォースが急に強いって、まあ、コナミさんが認めちゃったみたいなもんなんでね。じゃあ、まずしっかり D カーブ見していきます。これをね、この辺に見していくんですよ。まあ、これは全然関係ないですよ、みたいな感じで、ここに縦スラ、ここにね、スライダーを投げると、高確率で内野フライになると。あ、今の見逃していく。もう一丁行きましょうか。ここもう一丁投げて、内野フライを。OK! OK! OK じゃないの？あーはは、普通に打たれた。今のはですね、一球見逃されたんが痛かったですね。これ初球に打ってくれるから強いんですよ、山井さんって。まあそれも前回の動画で言ったんですけど、取って！山井さんまさかの失点してんけど。うわー、企画倒れやん、これ。マジか、もう修正せんでええんちゃう、コナミさん。通用してないぞ、今んとこ。ほら。あ、もう修正やめようぜ。うん。ボコボコ打たれてるわ。ダメダメ、これ。あー、しかももう体力なくなったし。はい、ということで、コナミさん、これ修正、いらないですね。うん。もうなんか、通用しなくなっちゃってます。はい。ということで、
本日の動画は以上です。ありがとうございました。まあ切り替えて抑えていこうと思うんですけれども、まあ山井さんはね、まああんな感じで幕切れでしたね。なんかめちゃめちゃあっけなかったな。せっかくあんだけ伝説の縦スライダー、ランク戦やとね、めっちゃ刺さったんですけど、大会やったら意外と打たれちゃったね。まあここからしっかり逆転してね、プロレベルまで到達して気持ちよくこの動画終わりたいと思います。いやー、それにしてもあんなに打たれると思わんかったな。ワンアウト絶対に取る方法みたいな感じやったのに失敗してもうたわ。あーやばい、バッティングも終わってる。ランディーバース、オッケーオッケー、あと2点差ね。こっから集中していこう。則本さんは得意なピッチャーやから、基本的には得意なピッチャーではあるからね。ちょっとここブーマーさんやけど代打出しますね。しっかり逆転していきたいんで、広角を出していきたいけど、ああま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 あ、切り替えていきましょう。さあ、2-3、頼むで、おじえさん。ああ、マジか、負けるかもしらん、この試合。いやー、めちゃめちゃあっけなく終わっちゃってね、今日の山井さんの企画。すごく寂しい気持ちが強いけれども、まあ、頑張って逆転していきましょう。まあ、山井さんに勝ち星がつくことももうなくなってしまったんですけれども、まだね、勝ったら山井さんのピッチングが無駄じゃなかったって言えるはずなんでね。ワンアウトすら取れてないけれども。オッケー、ナイス、ワンアウト。オッケー、ツーアウト。やっぱ松井裕樹さんほんま強いわ。ツーシムバージョンの方が強いよとかいう声もわかるんですけれども、まあ、全然継承して後悔はないですね。マジで抑えてくれるんで。よしよしよし、完璧。さあ、逆転するぞ。さあ、ピッチャー山本由伸さんに変わりました。しっかりとね、最後勝っていきたいと思います。あー、やばいわ。ほんまにここで負けたらめんどくさいて。あー、マジか。よしよしよし、簡単に終わらんぞ。ギータ頼むわ。ほんまに同点ホームラン打ってください。あー、山井さんのせいで負けたわ。あざした。